歯磨くのめんどくさいな。いや、そのまま寝ちゃおう。いや、まぶしい！なに？歯は磨いておきなさい。え、ってこと？若いうちに絶対やっておけ。人生でやるべきことランキング。歯磨き。どちら様ですか？ペンギンの親戚のフンボルトペンギンじゃよ。50年後の姿じゃかの。でかた？そんなことはいいんじゃよ。そんなことで済むことかね。お主さっき歯磨きをサボろうとしていたの。まあ、はい。歯磨きを怠ることは人生を捨てることと同じなんじゃ。いやいや、そんな大げさな。歯磨きの習慣をおろそかにすれば、いずれ虫歯や歯周病になりかねないんじゃ。割と当たり前だね。わざわざ50年後から言いに来るようなことじゃないでしょう。そうなる前に磨くよ、きっと。多分それだけじゃない、口臭の原因にもなるのじゃ。なんかガムとかでブレスケアできるでしょう。分かっておらんな。お主の上司の口臭がガムごときで消えますかな。はっ、口臭のせいでろくに彼女もできずに親のすねをかじる、そんな小童子になりたいのですかの。そんなの絶対に嫌だよ。やっと伝わったようじゃな。分かったよ、フンボルトペンギンさん。僕これから毎日歯を磨くよ。何があっても絶対に歯を磨かないなら死んだ方がマシだよ。できれば歯間ブラシとか液体歯磨きもおすすめじゃ。紫のやつとかの。うん。おっと、そろそろ時間のようじゃな。もう行っちゃうの？最後にこれだけ。私のようになってはいけませんよ。ありがとう、フンボルトペンギンさん。あ、そうだ、過去の私にも伝えておいてくれ。まだいられるなら自分で言ったら。おいしいものを食べる。あ、お腹すいたね。どこか食べに行くか。お金ないし、僕はカップ麺でいいかな。そうか。で、うお、まぶしい。よう。ああ、踏ん張れた。マゼランペンギンじゃないか。どうしてこんなところに。ああ、そっちか。どうしても伝えたいことがあって50年後から飛んできたんじゃ。ちょくちょくコンビニ感覚でタイムスリップするよな、俺たち。そんなことよりパンダ、てめえさっき何食おうとしてやがった。普通にカップ麺だけど。やろう、若いうちはうまいもん食うかい。でも。ええか、30超えた頃から油物がきつくなってくるんじゃ。お前40超えたら糖質カット、50超えたら塩分カット、あと定年超えたら給料カットじゃ。余計な話もカットしてくれ。俺も若い頃にいっぱいうまいもん食べとくべきじゃったな。それマジ？体重のこと気にせずうまいもん食えるのは今だけ。つまり体壊すほどのハイカロリーは青春の味なんじゃ。そっか、じゃあ僕カップ麺じゃなくてジローを食べに行くよ。ニンニク油増しまして。青春の味ってそんなにギトギトしてたっけ。なあパンダ、後悔なく生きろよ。って何だったの？そんなことよりピンギン、一緒に油そばとか行こうよ。その後はカレーと焼肉も。フードファイターの息だろそれ。人脈を広げる。あ、シャチ君からグループにリアイン来てるよ。そういえば出張中だったな。ま、今はソシャゲで忙しいから後で確認すればいいよね。暇じゃん。こういう関係はおろそかにするな。また来た。俺は50年後の未来から来たヒゲペンギンだ。ずっと思ってたけどペンギンの親戚って長生きだよね。ギャインとかの編集は面倒がらずこまめに返しておけ。そしてなるべく人脈は広げておくんじゃ。でも人間関係って面倒だったりするじゃん。人間じゃないけどな。大人になってからでも友達は作れる、それは否定しない。だがな、一緒にバカなことができる友人は若い頃にしか作れないんじゃ。シャチからのリアインを見てみろ。お土産何がいいですか。だってここでササとか現金とか気楽に返せるのは若い頃の関係だけじゃ。年取ってからやると現金。そういうのいいんで。うっざ。じゃろ。でもこれ相手が上司だからじゃない。否定はしない。腰を鍛える。腰回りは若い頃に鍛えておくんや。もはや巣にいるじゃん。驚いたやろ。あ、じゃあ50年後の未来から来た皇帝ペンギンや。そのくだり散々やったんで大丈夫です。そうか、ほら本題入るで。腰回りの筋肉が衰えると老後に歩くのがしんどくなったり転びやすくなったりするんや。体の組織ってな、20代過ぎるとどうやっても衰えていく。せやから筋トレは若い頃からせなあかん。でもジムに通ったりするの面倒だね。そこまでしなくても自宅でできる簡単なトレーニングでええねん。ネットで調べればいくらでも出るやろ。でもまあ俺たちはそんなことしなくても足腰は大丈夫だろ。そうだね。普段から鍛えてるんか、デスクワークなのに。お前ら追加の仕事頼んだぞ。なんか書類の高さ1メートルくらいあるけどな。
普段からこれだけの書類運んで鍛えてるからね。腰回りより精神力鍛えさせられてるけどな。筋トレも仕事もオーバーワークあかんで。親孝行。お、そろそろ5時だから帰らないとな。ママに叱られてしまう。社会人とは思えない門限。そういえばペンギンって実家に顔出したりしてる？いや、そんな暇もないしの。だよね、僕もそんな感じ。若いうちに親孝行はしておくんじゃ。ついに2週目に入って。親というのは子よりも先に旅立つのが宿命なんじゃ。今はいるのが当たり前でも、いつかはいなくなるものを。後悔はしたくないじゃろ。フンボルトペンギン。そっか、わかるよその気持ち。だって50年後だもんね。ああ、いや、母ならピンピンしておる。私より元気なくらいじゃ。じゃあ今のシリアス何だったの？ペンギンなのに長生きしすぎでしょ、怖。誰だか知らないが、お前いいこと言うじゃないか。俺は毎日ママに元気な姿を見せているぞ。夜も一緒に隣で寝ているくらいだ。キモ、ママがかわいそうだよね。独り立ちするのも立派な親孝行じゃ。うわぁ、言葉のトゲが。外国語を学ぶ。Excuse me? Could you tell me the way to the Bow Hotel? 外国は若い頃に学んでおくんじゃ。あ、いいところに。これからの時代、特に英語スキルの需要は高まる一方だ。だが、義務教育や高校英語程度では限界がある。ああ、確かに。中学や高校で習っててもろくに英語使えないもんね。だからこそ、外国は学んでおくべきじゃ。若い頃の方が時間もあるし、覚えも早いからな。なるほど。で、あの人は何て言ってたの？知らん。え？俺は外国を学ばずに後悔したから、それを伝えに来ただけじゃ、じゃな。ちょっと、切断中みたいなログアウトしないでよ。Excuse me? I can't speak English. それ！最も後悔すること。ねえ、なんかすんなり受け入れてるけどさ。うん？なんでペンギンの親戚が50年後から来てるの？知らない。後悔してるからじゃよ。え、50年後のペンギン？思ったより老けてるな、俺。それはささ。きっと若い頃に多くのことを諦めてきたからじゃろうな。なあ、その後悔の念がわしらを50年前の過去に飛ばす力となったのじゃろう。それで、わしはお前たちに人生で一番の後悔を伝えに来たんじゃ。一番？なんかすごそう。それは、ブラック企業はやめとけって、そういうことじゃ。それね。某企画では新規事業として王水を売り出せ。王水って金属を何でも溶かすあの王水ですか？なんでそんなもん売るんだよ。なんか名前がかっこよくて売れそうだから。お前の脳みそが溶けてるのはよくわかった。次回、王水を浴びるとどうなるのか。作るの大変だから残業しまくってもらうぞ。もちろん金は出さん。時間と金まで溶かすのやめろ。上司。おい上司。なあ、悪い。ソリティアしてた。またクソゲーですか？クソゲーじゃない。ソリティアは組札とバーターの関係、次の山札を読む関係。やり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では、いや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 。どうした？何これ？ソリティアだぞ。いや、ソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか？ああ、言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか？みんなダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹の番だか。